特別企画、持ち家派 vs 賃貸派。はい、急に始まりました。長年の永遠のテーマでもある、そう、家ってやっぱ衣食住の住って絶対切っては切れない関係のものじゃないですか。で、この家を買った方がいいのか、それとも借りた方がいいのか、これずっと答え出ないんですよね。そうですね。なんで今回はマジでそう思ってる同士なんですけど、持ち家派です、住谷先生。僕は賃貸派です。戦ってやろうじゃないですか。なんで副隊長はどっちが良かったかなって勝敗をつけてください。わかりました。頼むよ。わかりました。じゃあ勝負しましょうか。どうぞ。私の最初の攻撃ですか。おまあ、安心感がやっぱりあると思いますね。その、まあ、自分の持ち家っていう安心感ね。安心感ね、やっぱ違うと思いますよ。自分の家だっていう家があるっていうのは、安心感あるよね。夢のマイホームじゃないですけどね。確かに、まあ、でもそれが一個こうなんか人生の中での一つのこう憧れというかありますよね。いやいやいや、まだ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 ちょっと傾きすぎだよ、ね、傾きすぎだよ。安心感ありますけど、安心感ありますけど、じゃあ逆にですよ、例えば天変地異とかが起こったりとか、地震、津波、そうですね、もっと言えば近隣トラブルとか、あ何か起こった時に失うわけじゃないですか。そこが潰れちゃったら住む場所なくなる。ないんだよ。いいの？それもちょっとやばっ。そこに関してはちょっと一旦かけましょうか。はい、まあ、天変地異に関して言うと、やっぱり各種保険があるので、うん、まあ、火災保険、地震保険、これは入るっていうのは鉄則ですね。近隣トラブルは、これは本当にガチャだと思います。ガチャ、ガチャ、近隣ガチャ、近隣トラブル。なので、やっぱり購入する際には、住環境ってすごく大事にされる方が多いです。家を借りるだけじゃなくて、うん、近隣さんに一旦借りる前でもご挨拶するぐらいの勢いの方が、はい、そうですね、おっしゃる通りで、いいってことか。はい、まあ、大体お家購入される方って、やっぱり、まあ、家族ができたタイミングとか、そういうところで選ばれるので、うん、まあ、学校がどういう学区だとか、本当にそう住環境を大事にされるっていう方がとっても多いです。なので逆に言うと、そういいエリア選んどくと、みんなが地域を守ろうとするので、それは逆になんていうか見守りっていうんですか、しっかりしてるので安心みたいな。何、確かになんか知らない土地に買うってなったらやっぱ怖いですよね。そうだから最初は賃貸とかでこのエリアいいかなっていうのを見ていただいて、でこのエリアいいねっていうタイミングで、うん、まあ、お子さんの進学とか考えてそのエリアで購入される方が多いかもしれないです。でも賃貸を踏み場にして、うん、持ち家に行く。そうですね。なるほどなるほど、うん、でもはい、いやそうは言っても賃貸でずっと払い続けてるわけじゃないですか。お金たまらんのよ、うん、だから家買えなくないですか。そもそも買いたくても。ああねえ、確かに。お金、費用がガンってかかるわけですから。どうですかそれ。という方のために、まあ、住宅ローンがありますので。何、はい、早いな。はい、まあ、一般的な事業用の融資よりも安く借りられますし、はい、まあ、やっぱりちゃんとお仕事されてる方だと、はい、全部返してくる。困ったな。はいはいはい、これはいけるよ。あ、賃貸だと、はい、より新しいトレンドのものに住めると思うんですよ。新しい、例えばキッチンとか、あ、家族が増えたりとか、まあ、減ったりとか、住環境に合わせたチェンジができるじゃないですか。どうですか。そうですね、それは来たでしょう。私もやっぱり不動産大好きなんで、はい、賃貸だったらもう更新のたびに引っ越すぐらいの、はい、まあ、不動産フリークなんで、もう、はい、なんですけれども、まあ、やっぱり逆に言うと住環境を変えたくないとかっていうこともあると思いますし、はい、貸しに出すという手段もあるし、また売って買い替えっていう手段もありますので資産があるんですね。そうですね、こっち資産じゃない。でまあ、言ったらその東京近郊の、まあ、いいエリアの物件だと20年前ぐらいに買われた方って転売して利益が出るぐらいには皆さんなってるので、買いになら買った方がいいっていうのは本当に見てて思います。借りてたらお金増えないけど、うん、買ったらお金が増えていく可能性が出てくる。そうですね、本当に引っ越したら上手益が出るぐらい上手に買われてる方もたくさんいらっしゃるので。でも出ない場合もありますよね。出ない場合もあるんですけれども、まあ、マイナスになるような方ってあまりいないような気がしますね。と言ってもですよ、はい、持ち家って
と言ってもですよ、はい、持ち家ってなんかすごい税金取られるイメージがすごいあるんですよ。例えば固定資産税とか土地計画税、あと相続税がまあ多分亡くなった時に人に引き継ぐ、そうですね、まあ固定資産で都市計画税がかかってしまっているのは、これはまあある何ていうか必要経費というんですかね、うんうん、まあやっぱりあの資産を持つっていうことも税金かかってきてしまうので致し方ないんですけれども、うんはい、相続税に関してはあの現金で持っているよりもその評価額が低いので、むしろ相続税対策にはなるというのが。あ、なるほど、はい、じゃあ純ちゃん、ここまでいろいろな意見出てきてますけど判定は？あの僕は持ちがいいなと思いました。賃貸派の皆さんすいません。ねえ、俺もなんか家買いたくなってきた。で一緒に買いに行きます。でも全然、ね、どっちがいいかで、純ちゃんが持ち家派がいいっていうのがね、責任持ってちょっと買ってもらって、じゃあ YouTube で家買ってみた。家買ってみた。家買ってみた。銀座。いや銀座はちょっとな。自由が丘かとか、自由が丘って買うの？いや、自由が丘地元自由が丘だ。あ、そうなんですか、めっちゃいいですね。いや、自由が丘で買うなら、めっちゃ買わなくていいです。青山らへんで、青山高そうだな。六本木屋高